日本のチャイをブーちゃん迎えに。ブーちゃんが待ってるの。どこで待ってるんですか。どこで？病院。病院ペットホテル。吐いてたんでね。どうする吐いたのでお腹切ってちょっと見てみましたとか。どうする手術代10万円くれたら。しょうがないね。しょうがない。出発前に吐き出すんでね。ちょっと困りましたね。元気になってるといいですか。大丈夫じゃないもん。だってあの日の朝はあかんかったよ。やっぱ別になんかぐったりしてる感じでもなかったし。と思います。そしてそのことを覚えてくれてると思うんですけど。まあ我々はもうブーちゃんのことを忘れてイルカと遊んできました。イルカとカメで遊んできましたね。帰ります。じゃあね。